これより、令和4年度第2回人権啓発指導者養成セミナー、一歩先のダイバーシティの話をしようを始めます。本日司会を担当させていただきます、東京都人権啓発センターの吉田と申します。本日は16時までの約2時間、人権に根ざした多様性推進について考える内容で開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 初めに本日の流れをご説明いたします。本日は講演1と講演2、対談の3部構成になっております。第1部では、関西学院大学教授で、多様性との共生研究センター代表の岩渕様から、第2部では、リッチラインズ株式会社の関様からご講演いただきます。 講演と対談の間に5分間の休憩を設けております。この後、私から講師をご紹介し、講師にバトンタッチする形で進めさせていただきます。最後にお時間の許す限りではございますが、質疑応答の時間を設けております。質問は画面下の Q&A にて随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお寄せいただければと存じます。質問への回答は、 最後の質疑応答のお時間にまとめてお答えさせていただきます。よろしくお願いいたします。また注意事項をいくつかお伝えいたします。録画、録音、スクリーンショット等はお控えくださいますようお願いいたします。資料は画面共有されます。講師がご使用になったスライドの提供はございません。それでは講師の紹介に移ります。第1部のご講演は 関西学院大学の岩渕光一様です。岩渕様は関西学院大学社会学部教授でメディア文化研究をご専門とされています。また、同大学の多様性との共生研究センター代表も務めていらっしゃいます。岩渕様は日本テレビを退職後、オーストラリアへ移住し、西シドニー大学で博士号を取得されます。 国際キリスト教大学、早セダ大学で教鞭を取った後、メルボルンのモナシュ大学アジア研究所の所長に就任されます。著書に文化の対話力、トランスナショナルジャパン、多様性との対話がございます。 また、多様性との共生研究センターのご紹介ですが、同センターは、社会におけるさまざまな差異をめぐる差別、不平等、生きづらさの解消に向けた多様な主体の間の対話、共同性、連帯を育むことを目指して、学びの場の提供、開催と情報共有を展開していらっしゃいます。それでは、岩渕様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、っと。 どううもありがとうございます。岩渕です。岩で今、ちょっと画面共有をさせていただきます。見えてますかはい、見えております。はい、わかりました。えっと、あの今、ご紹介いただいた岩渕です。今日はどうもよろしくお願いいたします。えっと、まあ、あの時間が限られているので、あのかなり、あの、 ちょっと急ぎ足になるかもしれませんけどもどうかご了承ください。今ご紹介いただいたあの研究センター、多様性との共生研究センターでいろんなまあセミナー等、これまでもやっておりますし、まあ,あの今後もいろいろやっていきますので、もしよろしければまあホームページえーなど見ていただければえ嬉しく思います。でまあ簡単にあのの今日の すでにあの皆さんには内容の PDF はあの送られているとのことですが、まあ、あのさっきご紹介あったこの本「えー、多様性との対話」という、まあ、私が編集した本ですけども、まあ、この内容とあの、えー、一部重なることになりますで大きなあの流れとしては、まあ、多様性ダイバーシティといった肯定的な語りが、まあ、盛んになる中で何か見えなくなっているものがあるんではないかという 論点でまあそれを踏まえてじゃあ日本ではどういう状況があって何が一番問題なのかでまあそれを踏まえてじゃあちょっと発想とか問い自体を転換して考えると、まあ、多様性あるいは多様性との共生について何か新たなヒントや取り組みができるのではないかでまあ、えー、そういったことがまあ私の話はあの批判的な 多様性をめぐる、えー、言設や実践に関する、まあ、批判的なこう、えー、捉え直し検討になりますけども、まあ、そういった議論がじゃあ果たして企業にあの適用できるのかどうか、まあ、これはあの後半の関さんのお話の中でよりあの、まあ、それに関心ある方は。 そういったあの企業に関する話は私の話以上に石炭の話で、えー、されると思いますが、まあ、こちらからも、えー、いくつかの,あのそういうポイントをちょっとあの触れさせていただきで、まあ、最後に、えー、じゃあ社会あるいは組織、えーまあ、企業も含めたです、ね、変革に向けて、まあ、どういう学びが必要なのか、まああのまあ、基本的には今言いましたように批判的な 学びというものが重要であると私は思っていますし、まあ、そこでやっぱり一つのキーワードは、いかにそれあの自,分ごと自分ごとと捉え考える、えー、そういう社会的な想像力を培うのかで、そういったことが重要かというふうに思います。で、まあ、こういったことが全体の流れになります。で、早速あの進めていきたいと思いますけども、えー、とまず、えーまあ、さっき最初の多様性ダイバーシティ。 を奨励するということが、まあえー、今、これ日本だけじゃなくても,もちろん日本以上にあの欧米各国、私がいメルあのオーストラリアも含めて、えー、言われているわけなんですけども、まあ、根本的な問題としてじゃあ,あ,の、まあ多様な違い、差異をいろんな形で持つ人たちを、まあ、平等に社会あるいは組織に包含するということが何で重要なのかっていう、まあ、この基本的な問い自体をまずあの、まあ、見直す。 ことからあの始めたいでまあ例えばあの多様性をめぐるあの語りとかはまあアメリカなど公民権運動、えー、これは、まあ、いろんな世界各地であった際をめぐる、まあ、そう差別や不平等に反するあのこうする社会的な構成を目指した取り組みの中で、まあえー、まあ語られあの実践されようとしてきたわけですけども、まあ、それがあの、まあ、徐々に あの違うこと多様性があるということが、まあ、社会組織における有用性あるいはセンサー生産性の問題あの語りにへ、えっとちょっと、えー、変わっていくであのそれ自体があの問題ということではもちろんないわけですけれども、えー、例えば一つの言い方はあのこれからちょっと説明しますけれどもその私たち を豊かにするような多様性多様性は私たち社会企業組織を豊かにするんだでそれはいわば多文化社会のスパイスとして、えー、そういったものが関与されるべきであるっていう議論で,でその後まあ多文化主義自体がですねあのこれは日本のというより欧米の文脈ですけども、まあ、特に9.11以降、まあ、こういった語りが強制、あるいはえー、と えー、反差別のを目指す多文化主義の語りが交代をしてでむしろ移民の管理強化や反移民あるいは多様性というあの差異というよりはあの統合そういったものが前面に出る中で、えー、あの今度あの徐々にあの新たに、まあ、それとあの完全にリンクするわけじゃないですけども、まあ、あの流れの中では、まあ、新自由主義というあの経済的効率 への視点がどんどんん高まる中で、やっぱり役に立つ多様性を奨励するというまあ議論があの高まってくるということまあこう,いう中で、やはり問題なのは、先ほども言いましたように、その有用性、精査性、役に立つかどうかということ以上にですね、こうしたまあ一見、多様性をめぐる肯定的な語りといったものが、何か見えなくしてはいないかということ、まあ、それについて、ちょっとあのぱっとあの見ていきたいと思います。で まあ最初のスパイスとしての,あの多様性の寛容ということですけども、まあ、あの日本ではよく、まあ、あのコスメティック、まあ、非常に表層的な多文化主義これは、まあ、オーストラリアのテッサ・モリスズキさんという方があの言った言葉ですけども、まあ、そういった言葉で語られますが、まあ、これは欧米の文脈ではより強く表れているもので,で社会で私たちも,もちろんこれはコーテーションマーク格好付きの私たちを豊かにするエスニック文化 でもちろん、この私たちというのは社会の真ん中にいるいわゆるマジョリティとされる人たちで、スニックと名指されるのは私たち以外の、えー、いろんなあの移民であるとか違いさえ思っている集団の文化があのこれあの、指すわけですけれどもで主にそれは食であったり衣装、舞踊、伝統文化などが、えー、中心になるでそこで、まあ、こういったものは寛容、えー、される。 あの社会を豊かにするからいいじゃないか。でもまあそこにはあの暗黙のうちにそうじゃないその社会の価値に相反するあるいは同化をがうまくできないとされるようなそういう他者とかサイといったものがは寛容はできないということがまあ含まれている。で寛容するって言葉あのもちろんあの 関与するという言葉自体がいい悪いじゃなくて、あの関与する、関与的になるということはもちろん重要なことなんですけども、あのここであの関与するという葉が使われるときにあの暗黙の了解とされているのは、関与する主体と関与される主体というのが明らかにこう分かれている。だから私たちとエスニック集団、この場合はですね。あるいは、あの まあジェンダーセクシャリティの中でもそういうマイノリティの側の話。でこの主体と客体が分かれていてその両者の間の権力関係といったものが明らかにあるしそれをあのに対して何か社会の中で挑戦するものではないあるいはその勧誘するということが何かあった時にもう簡単に関与しない排除する排外的なあの態度に出る。 といったことが強要されるそういったものと表裏一体にもなっているということ。まあ、こういう権力関係があのそもそもあの変わることなく、真ん中にいる私たちとそれ以外の、えー、他者、えー、あるいはあの、まあ、エスニック、あるいは移民、セクシャルあのあル、マイノリティの人たちとのこう権力関係といったものがそのままにされてしまうということ、まああの。こういった状況が、これはもちろん今でもある話だと思います。でまあ、もう一つの えー、その多文化主義が若干あの世界各地であまりあの社会の統合を、えー、うまくもたらしてないという中あのことが指摘されてして批判される中で,で新たにやはり起きてきたのがやっぱり経済的効率からのまあ私が3つの M メリットマーケット、まあ、マネジメントで実はそれはマジョリティにとってなんで、まあ、4つの M にもなるわけですがその中で、まあ、ダイバーシティあるいは多様性といった言葉が 使われるようになってくるまああよくあの皆さんもご存知だと思いますけどもまあ、生産的・市場的なあの価値としてまあ、人的資源の管理するであるいはイノベーション生産性競争力を高めるでより政策レベルではああの、まああのま欧米で捉えている移民政策で高度人材あるいは日本でいうグローバル人材を、えー、受け入れるであるいはその 新たなマーケットの開拓として、そういうニッチな、まあ、例えば日本だと LGBT マーケティングのようなものがありますが、まあ、こういった形で、えー、生産的、市場的な価値を高める有用な多様性を奨励しようという動きがあの起きています。で、まあ、ここでもあの先ほど言った寛容と同じで、例えばこれ、あの日本の、えーとまあ、ダイバーシティとマーケティングという LGBT マーケティングに関する。 本ですけれども、その中で書かれていることで、あのやはり寛容と同じですね、あのマイノリティの人権は守れる、守られるべきだが、どういうふうにどこまで守れるかは、えー、多数決によってマジョリティが決めるんだということが、えー、繰り返しこの本の中でも述べられている。まあ、こういったあのあのもちろんすべてのこういう多様性の奨励する動き。 があのこういったことを暗黙の了解としているわけではありませんけれども、まあ、あのあのこういったことがあの語られるあの暗黙のうちに、えー、共有されていることがあの少なくはないのではないかということが、えー、指摘もされています。でまあ、あの簡単に言えば、その多様性がといったもの、まあ、ダイバーシティ、多様性といったものがもう役に立つものとみなされるで。その一方で そ,のそうではない、必ずしも社会あるいは組織にとって役に立たない、有用ではない際、あるいはそ,の、えー、そういう社会や組織の,あの価値自体に挑戦するような際、えー、違い,、えー、違いといったもので、そういったものが要,要するに社会や企業、組織の問題としては認識はあのされてしまうという、でこういうあの2つの、まあ、A か B かの二項対立的な、えー、発想が。 この多様性といったものがあの広まる中でどうもあの暗黙のうちに、えー、共有されていないかということ。まあ、例えばあの、まあ、2つの二項対質ですと、まあ、多様性ダイバーシティの語りをよく見ていくとやはりかなり肯定的な、えー、語りがあの暗黙のうちにされているということ。で一方そうじゃなくて違うこと、まあ、必,必ずしも異という言葉 あるいは英語で言うディファレンスという言葉が使われているはあのいないかもしれませんけれどもそうではないものとしてやはりあの否定的、えー、であったりとか分裂、えー、社会問題あるいは差別不平等といった問題とあ,のあまりあのあの一見あの、まあ、あの肯定的生産的ではないような語りとしてあのこういうあのものが見なされてその2つの間でこう えー、どんどんあの、えー、多様性ダイバーシティがの奨励が強調される中で、えー、そこで見えなくされているものをこれまでの、えー、差異をめぐる差別不平等をあの解消する取り組みあるいはそういった議論といったものが、えー、見えなくなっているのではないかと。でこれは例えばそのこれあのえっ、ー、と,すいま,せん、えー、とまあそういった心地よい ような多様性であるいはダイバーシティをめぐるえ語りあるいはあの、まあ、あのそういう行動目標指標のようなものが何か負担にして,をしていないかということをあの、まあ、あの大学の文脈で、まあ、研究をした本がありましてちょっとこれ英語なんですけどもこのサラー・アーメトって方が「オンビーグインクルーテル」って本の中で書いていること。 でそこであの彼女もここで書いてあるように、まあ、多様性といったものがそれまでの、えー、あまりこう受け入れがたい受け入れるのが楽ではないような言葉、えー、差別不平等をめぐる解消ある,あるいはレイシズムといったそういうあの言葉に代わって台頭するでその中で、まあ、現れたのが差別不平等の、まあ未だにあるそういう現実と乖離するようないわば平等幻想であったり あるいはそういったあのもう差別といったものがあの今社会の組織の中で、まあ、あるんだけども、まあ、そうじゃなくてより肯定的にそれを超えていこうという動きで何回も言いますがそれ自体がいい悪いではないんですが、えー、そういった動きが果たしてあの差別、えー、あるいは不平等をあのにあの真摯に向き合いそれを え、制度化された。そういう差別不平等を変えていこうという動きと結びついているのかどうか、そこはやはり問われるということになると思います。それは例えばまあ、簡単に言えば、これはよくあることですけども。あのどの組織でも。まあ、あの私がいる大学でもそうですけども。まあ,あのまあ、多様性を尊重しよう。奨励しよう、えー、不公平をなくそうと言いながらまあ、何も実質的な行動や施策を。実はあまり伴ってない場合が多い。 単なるそういうスローガンであるとか、あるいは、まあ、そういうことを示すようななんか事例を一つだけ、まあ、よくあることでは、例えば女性一人だけを役員にするとか、まあ、あの会社あの大学で言えばあの、そういう人は学長、副学長になるとか、まあ、そういった形で何かをやってるかの見せるトークニズムで終わる場合、まあ、これが一つ。でもより根本的には、この,あの多様性の問題が、をめ巡る語りの問題が、 視察するのは、まあ、このアーメットによれば、そのやはり制度化された差別や不平等自体を直視しない、えー、でしないがために根本的解消に向けた取り組み自体が阻まれてしまう、まあ、そういうあのことがあの実際に、まあ、彼女は大学でこれをいろんな人にインタビューしながらあの見てきたわけなんですけれども、まあ、そういったことが起きてるんではないかということ、でまあ、あのそ,そこの,あのところがやはり問題である。 こういったことが、これは今、紹介してきたのは主に欧米の社会の文脈での議論ですけれども、これは欧米にとどまらず、日本も含めたいろんなアジアや他の地域でも今、同じような多様性、ダイバーシティをめぐる語りといったもの、あるいはそういう実践といったものが起きている、そこでやっぱり見えていない、見えなくなっているもの。 が何かないのかという視点はあの私はあのとても重要なまず視点であるというふうに思います。でまあこれを踏まえてまあ日本でもまあ経産省のダイバーシティ2.0あるいはオリンピックで東京オリンピックでの多様性と調和あるいはラグビーのワンティームなどでもちろんいろんな企業のでも DI ダイバーシティイクルージョンあるいは最近はイクイティを入れて DEI のようなものがあの推進されるようになっています。 でまあ、そこでもやはり強調されるのはやっぱ生産性、イノベーション、役に立つものとしての多様性が奨励され、それを活用してい、えー、こうという動き。で、あの何回も言いますが、これ自体がいい悪いではないんですけれども、やはりここでもやはりやっぱり我々が真剣に考えなければいけないと私が思うのは、やっぱ日本社会にあるいは組織、企業において、えー、そういう実際にじゃあいろんな違う人たち、左右を持っている人たち、そういった 差異の方眼あるいはそういったものとの共生は現実にはどうなっているのかということで、そういったことをきちんと見据えて、それにあの関連する問題にどう立ち向かうか、まあ、それをや,のやることがやっぱりあの必ずあの重要だということ、それがあの果たしてどれだけできているのかということが問われているということになります。例えば、日本の社会の全体で言いますと、根本的な問題が2つあると思います。1つは その日本社会、あるいはまあこれ、組織でも同じだと思いますけれども、すでにある多様性との共生、あるいはそれをめぐる差別がきちんと認識されているのかどうかで、それが社会あるいは組織の中で共有されているのかどうかということ、これが1点、でもう1点は、じゃあ、それを解決するような国あるいは組織における政策制度、えー、法的な変革といったものが、その中で伴っているのかどうか。 えーまあ、実際には日本の場合は、特にあの国レベルではそれがないということが一番の問題になる、まあ、この2つがやっぱ根源的な問題であるというふうに思いますで。それぞれをもうちょっと詳しく見ていきますと、まあ、最初の問題に関しては、さまざ、あ、まなサイトの強制、差別の認識は、まあ、例えばこれ、エスニシティ移民の問題だけにちょっと限っている話をしますと、まあ、日本というのはやはり明らかに移民社会であり、多文化社会であるわけなんですけれども、 まあそれがどれだけ認識されているのか。まあ、今、296万人以上の外国籍の方が日本に暮らしている、人口の2.2%。であの日本はいまだに政策で移民という言葉を政府は使いませんけれども、まあ、実質的に OECD 加,加盟国の中で日本は4番目に多く毎年移民を受け入れている国だというデータが、まあ、多くの方ご存知だと思いますが、あります。 1>, 1年以上滞在することを目的に移住してきた、入国してきた方々のことを今の、今の世界の定義では移民と言います。でそういった意味で、日本は移民大国なんですが、まあ、移民という言葉を使わずに、そういったことをなかなか政府は認めない。で、その中でやっぱり重要なのは、日本人と外国人という枠組みで全てが語られることの問題。で、これは例えばその296万人は、外国籍を持っている方の数ですね、日本に住んでいる。 しかし、日本人と外国人じゃなくて、日本人、日本国籍を持っている方の中にも多くの,の多様なエスニシティ、あるいは背景を持っている方が住んでいます。それを、例えば在日コリアの方の中で日本国籍を得た人、あるいはいわゆるハーフ、ミックス、ダブルと言われる人たちで生まれつき日本国籍を持っている。でも、さまざまな多様な、えー、背景を持って生きている人。 などまあ、そういった人たちがいる中で、まあ、そういう人たち,人たちをあのもし含めれば、えー、例えばあのそういうあのエスニシティの,の,の観点から日本の多様性を見ると今のこの2%は78%に増えるのではないかということも言われてます。で、もう一つがその日本人外国人という枠組みで語られるときに日本人外国人という枠組みで語られるときに 市民として、そのマイノリティの方々が同じ日本に住む市民としてそのあの、その人たちの人権を守るという、そういう意識がなかなかそこで醸成されないということ、まあ、それもよく指摘されております。で、それに関して言えば、やはり差別といったものが、えー、日本の中で日常的にある、そしてそれがいかに深刻な問題なのかということが、なかなか日本の中ではやっぱりいまだ共有されていない。で最近の,あ,の調ある調査では 例えば3人に1人の在日コリアンの人たち、若い人たちが中心ですけれども、差別を経験しているし、まあ、ヘイドスピーチなどが高まる中で、5人に1人の方が日本で生活することに不安や恐怖を感じてもいるということが言われています。まあ、こういったことがなかなか日本ではきちんとあの認識されていない、これはいわゆるハーフ、ミックス、ダブル、あるいはブラック・ライブズ・マターでもありましたけれども、まああの、黒人系の日本に住む市民の人たち。 についても同じことが言えると思いますでもう一つはあの問題はやっぱり政策法整備などのあの欠如まああの私は日本は多文化主義なきた文化共生という言葉であの使ってますけれどもまああの国レベルで移民の受け入れ社会統合差別解消政策があのないということ基本的に地方を丸投げ であの日本多文化、共生という言葉は総務省、最近、今、法務省ですけれども、は使えますけれども、実際の,あの政策、お金出さずに、あのまあ、実際には地方自治体に、あるいは市民団体、NGO に丸投げしているという状態、であるいはその国連からあの何度も求められているにもかかわらず包括的、包括的な差別禁止法を制定することは、日本政府は拒否を、外務省をしております。 あるいは、これもよく知っていること、あの言われていることで、女性活躍社会と言われるが、いまだにジェンダーギャップ指数はあの世界のかなり底辺に近いところにある。まあ、具体的な施策が伴ってないということですね、掛け声はある。であるいは LGBT の問題についても、まあ、国会で野党から差別解消法案が出され、自民党の反対で差別解消じゃなくて、理解増進という、かなりあの、あの 弱められた法案に変えられ、でも実際にオリンピック直前にその法案さえ不提出になるという、まあ、こういった中であのこういうじ重要な問題に関して日本はやっぱり政策、制度、法整備といったものは整っていないということ、これがやっぱり欧米とはあの大きく違う根源的な問題。そうなってくると、やはりそのあの、まあ、例えば差別があるということの認識をあの深める。 といったその認識意識の変革は大事なんですけども、まあ、そこはあのそれだけにとどまらず構造制度法整備の変革とも結びつかなければいけないということで日本ではよく、まあ、最近いろいろ言われてますけども思いやりとか理解とか配慮ということが強調されるその心の問題としてこういうあの多様性を受け入れる差異を受け入れるということは語られがちなんですけどもそうではなくてそこにとどまらず実質的に ある差別、不平等を変えていくために、やはりあの政策法制度、え法整備あ、あるいはポジティブアクションのようなものが重要であるということ、そこはあのなかなか伴わないということの問題、まあ、よく罰則なき努力義務で全てが終わるということが言われますがえ、そこではあまり実質的には何も実際には変わっていかないんだということ、まあ、ここをやっぱり重要な問題として、抑える必要がある。 でまあ、あのよくあの障害においての、まあ、個人モデルじゃなくて社会モデル。つまり障害の人たちが生きづらいのは個人が生まれつき持ったハンディではなくて社会があの健常者に向けて作られているがためにそうじゃない人たちがいかに住みにくい構造、制度になっているか、えそこを考えるということ。まあ、こういう発想が重要になるということになると思います。で、まあ、だいぶ。で、まああの やっぱり発想をちょっと転換した方がいいんではないで、一つは、まあ、多様性を奨励しよう、活用しよう、尊重しようという中で、まあ、奨励する、まああの、それ自体が何回目の要請が悪いということではないんですけれどもそう、それだけじゃなくて、やっぱり既にここにある多様性、歴史的に構築されてきた差別、不平等な関係性に向き合って解消しようということをあの重要視しよう。 まあ実利的短期的な有用性だけじゃなくて、まあ、誰もが生きやすい社会、組織の構築とそれがもたらす、まあ、豊かさといったものを想像してみる、目を向けよう、あるいは尊重する、受け入れるというだけではなくてやっぱり他者の生きづらさ、苦難を自分ごととして理解し対話、共同するでそれは自分も介護するだというようなそういう意識変革。 とまあ、制度、政策の変革に向けた、まあ、連帯、まあ、これはちょっとこれから最後に話す話になってきますが、まあ、こういったあの例えば発想、といを転換することが重要なんではないかと思うで。で、まあ、それがじゃあ企業に果たしてどう関係するのか。で一つあのこれはあのブラック・ライブス・マターが起きたときに、ロンドンの広告会社のグローバル人事ディテクター、彼女は黒人女性ですけれども、が言った言葉で。 まあ、彼女も人種差別の問題がビジネスにおいていかに最後のタブーになっているかということで。で、その中で、そのブラック・ライフス・マターで、その人種差別の問題に取り組もうという動きが、まあ、あの心地いい響きのダイバーシティ・アンド・インクルージョン、あるいは DEI にあの取って代わられるであの。で、そこの問題を彼女はやっぱりあのディレクターとして指摘しています。で、企業はやっぱり人種差別の問題を先送りしてきた。 今こそそれに取り,取,りあの取り組むことが必要。DI というその掛け声、スローガンでだけじゃなくて、実質的な制度化される差別をいかに解消することで。それが実際には企業、組織、社会の挑戦じゃなくて大きなチャンス、新たな可能性を生むんだということを彼女は強調しています。あるいはその、まあ、次に話す関さんがいらっしゃるリッチさんの、も、まあえー、ともと富士通さんから。あの あの起きた会社ということですけれども、まあ、2017年に富士通さんがワイヤードジャパンと共催した、まあ、ダイバーシティ基礎講座という中で、まあ、企業は多様性とどう向き合うかということをあの話しています。これ、いろいろあの質さ深い話がいっぱいあるんですけれども、まあ、企業があの、えー、のディレンマとして、まあ何のために多様性を推進するのか、で企業は例えば差別などを解釈するような公共的責任があるのか。 であの企業の中で有用性と公正性のバランスをどう取るのかということがあの講師を交えて話をされています。で講師で呼ばれた、まあ、東大の2人の,あの飯野さんの、まあ、1人の方が、まあ、明確にやっぱり理順追求はもちろん重要だけどもそれが優先されすぎていないか企業はやはり社会の,あのパブリックな存在なので社会的な役割がある。 星華さん、あの落花さんが、えっと、いや短期的な視点だけじゃなくて、まあ、長期的な視点に立って公正性を組み込むことでどういうメリットがあるのかということを企業の人たちと一緒に自分も探っていきたいということやっぱりあの、これはやっぱりとても重要な視点でしょうしやっぱり社会の中で社会とともにやっぱり企業が関わる。 でまあ、これはあの私が付け加えたいことですがあの、やはり企業自体、あるいは大学もそうですが、組織が、えー、差別に、東京都も同じです、差別に正面から向き合い、公正性を保障することがもたらすメリットというか高さを示すことで、社会が変わる。特に日本のような、これまでお話ししたあの国レベルのそういう制度、えー、政策論があの非常に遅れていて、なかなか進まない、あの今の政治状況では進まない。 中で、やはり下から変えていくことが日本では大事ですので、で下からというのが単に非市民運動を含めた下からになりますけれども、やはりこの中で企業、企業自治体、あるいは大学のような組織が実際に率先してそれをやっていくことが日本の中ではとても重要な問題であるというあの点であるということは私は思いますで。ちょっと時間がだいぶ迫ってきましたので。で まあ、最後にあの4つの学びで、それは批判する、学び捨てる、共感する、連帯するで、それのやはりキーワードは最初に言いました、自分ごととする社会的想像力をどう作るのかということで、ちょっと時間がないので簡単にいきますが、よくあの無意識の偏見、アンコンシャス・バイアスとか、それを変えるダイバーシティ多様性研究といったものが、まあ、欧米でも、まあ、日本でも最近やられてるんですが、まあ、その問題がよく指摘されています。 でそこはあの実際にあの、まあ、反発を生んだりとか、その気づいたけど実際にあまり何も変わらないということがあったり、あるいはやっぱり構造化、制度化された差別のあり方への視点がやっぱり欠けていて、まあ、個人レベルの心理的な問題で終わってしまったり、で否定されていること、あるいはその自分事と,として捉える社会的想像力がそこであの伴っていないということ。ですから、それはその自分事と,として捉える想像力というのは、 同じ社会に生きる以上、を、まあ、マジョリティである自分だとしても、自分が嫌がおうでもかかっているという意識、認識。でもう一つは,やはり自分にいつ同じことが降りかかるか分からないということ、それを認める、えー、ことで,です、結局はそういったあの他者の苦難に向き合い、解消することが自分自身も生きやすくなるで。それで誰もが生きやすくなる中で、社会、組織全体の中で、えー、どのようなメリット、 あるいは豊かさが生まれるのかということを考えるということ、まあ、そこにつながってくるということになります。で、ちょっと時間がないので、あのもうあのちょっと駆け足であの4つ、まあ、まずは批判というのは最近こう否定的だということで、あまり好まあ、れていないんですけども、大学でも学生は割とそういうふうに考えている、こ多いんですが、まあ、そうではなくて、やはり批判というのはやっぱ,あのやっぱり根本。 やっぱり安易な正解とかを求め,なぜ求めるんじゃなくて、根源的な問題を吟味して考えるということ、問い続けるということが、えー、長い目で見れば重要だということ、まあ、これが1点で、2点目は学び捨てる、学び捨てるというのは、あの特にあのマジョリティの特権を持って真ん中に中心にいる人たちが、結局、あのそういう人たちは、まあ、私もそうですが、何も気,気にしなくても生きていられるわけです、生きづらさを感じない。 でもそれ自体が特権であるるということここをまあ意識することでだからこそ自分も関わっているってことをあの理解するただそれにとどまらずにその自分でその特権があるんだってことの,あの気づきがあいかにその自分がこれまでそういうそうじゃない人たちとの関係性を見失っていたのか。 自分と分断されていたのかに気づき新たな共生の仕方を模索するそういったものにつながるということ。で2つ目は共感。でこれは他者の苦難や生きづらさを自分ごととして想像を理解しようとする能力のことですがで他者はまあよく共感を求めてない更生を求めているということが言われます。同情的的なななな共共感感とかでははくくててあるいは一時的な共感じゃなくて やはりさっき言った自分にもいかにいつ降りかかるかわからない問題に立ち向かう,という、共に立ち向かうということ、で弱さをあの認識して、立場を超えて共に継続して行動することの土台とする、まあ、そういうより行動的な共感、が大事だという。で、3つ目が連帯で、連帯というのは今、なかなかすることがいろんな生きづらさがあり、いろんな立場がある、価値観がある中で難しくなっています。 その中でそういったものを超えた横断的な連帯をどのようにしてもたらすのか、やはりここでも、一つはさまざまな差別で生きづらさがいかに構造的につながっているかという、でもう一つが先ほども言いましたように、だからこそすべての差別不平等を同時に解消することが重要であって、それによって自分も生きやすくなるんだということ。でこれはの私の多様性との対応の中で書いている2つの章の,あの議論をちょっと引用し したいいと思いますが木戸さんがや,やはり自分ごととして立場経験は違うんだけどもお互いの生きやすさを保証を目指すためにお互いにあのお互いの生きづらさにあの目を向けあの立ち向かっていくことでもう一つの清水さんというあのあのフェミニズムの方が書いたのは同じ経験はしてないんだけどもやっぱり同じじゃないけどもどこかでそういった同じじゃない経験あの壁 経験をさせている壁が支え合っているというその社会の現実構造でそれに目を向けてそれに立ち向かうことで一見自分には関係ないかもしれないけども実は自分も解き放っていく可能性と希望があるんだということでこのようにその多様な性のあり方を肯定して誰もがつまり自分も生きやすいように社会を変えていくしなやかな連帯といったものを目指すということが重要になるんだと思います。 ですみません、ちょっと長くなりましたので、もう終わりますけれども、まあ、あの今言ったもう自分ごとと捉える社会的想像力、学び捨て、でこれはあのあの内なる他者、他者ってのは外じゃなくて自分の中にいるわけですので、出会い、共生しなうという二重の解放。これは単なる他者や異文化理解や、さっき言った無意識の偏見とはちょっと違う、より能動的な自己批判的な学び、学びしてで、共感も 同情ではなくてあの、関わりと自分の弱さを認めて、いつそうなるか分からないということを、でそれをもとにした連帯え、生きづらさに共に抗うことで、自分も解放され生きやすくなること、まあ、こういったことがあのあの重要になってくると思います。でこれをまあ社会の中で、組織の中でどのようにして、やっぱりあの醸成していくのかということが、今あの、求められていることになります。 でこれが最後です,すいません、ちょっと5分長くなりましたけども、これで終わりたいと思いますが、まあ、あの最終的に今日のポイントとしては、いかに自分ごととする社会的協働力をあの培うのかで。そこではやはり構造化、制度化された差別平等に目を向けて、そこに自分が嫌が顔でもかかっているということを理解するで。だからこそ、かかっているからこそ、あの自分にもあの振,り振りかかりうるからこそ、そういったものを解消することを。 もたらすメリット、豊かさをより長い目で見るということ、長期的、短期的なメリット、豊かさにとどまらない。で、まあ、実質的にはやはりそういった意識変革を制度、政策の変革と、あるいはポジティブアクションとつないで、実質的にやはりより誰もが住みやすい社会をつくっていくこと。ですから、問題の解決、実質的な効能の観点からだけ多様性を奨励するのではなく、 さまざまな3位の平等の方言がもたらすあの、より深い豊かさといったものを長期的に想像して、制度化された差別不平等の問題に自分ごととして向き合い、そしてそれにどのように対処し、実質的に解消していくのかを問い続けること、です、ね、これはね、終わりなき、あの正解なき終わりなき施策と実践があの求められていることだというふうに思います。 でまあ、あの果たしてあのこれが皆さんお聞きになっている方、多くは企業あの、あるいは組織の方、多いと思いますので、それぞれの企業、組織において、どのようにして展開していくのかということを、まあ、この後皆さんとお話しできれば嬉しいというふうに思います。すみません、長くなりましたが、これ終わりたいと思います。どうううもごごご清聴あありりががととざざいいままししたた先生 続きまして第2部に移ります。第2部ではダイバーシティとインクルージョンの取り組みについて企業側からの視点をお話しいただきます。ご登壇いただく講師は、リッチラインズ株式会社の関様です。関優子様は、リッチラインズ株式会社のプリンシパルで、チーフダイバーシティインクルージョンオフィサーでいらっしゃいます。 関様は約20年にわたり、コンサルティング、自動車、e コマース業界にて経営陣とともに経営戦略、組織改革、開発、組織、フード改革、CX、従業員エクスペリエンスなどのプロジェクトを手掛けていらっしゃいます。ダイバーシティインクルージョン推進リーダーとして、経営課題であるダイバーシティをビジネスチャンスへと変えていくことをビジョンに掲げて、D、D&Y を推進していらっしゃいます。 リッチラインズ株式会社のご紹介ですが、リッチラインズ様は変革への志を持つチェンジリーダーと共に未来を変え、変革を作る変革創出企業で、お客様の変革プロセスの最初から最後までを支援するコンサルティングサービスを展開していらっしゃいます。それでは、関様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。 山、はい、口先生ありがとうございました。気づきと学びが多いあの素晴らしい講演でした。先あの後ほどお話しできることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。ここからはあの誰もが働きやすい社会へ、リッチラインズにおける従業員規定の D&I 推進活動として、企業における D&I 推進活動にのあお話をさせていただきます。リッチラインズ株式会社プリンシパルダイバーシ、チーフダイバーシティ・インクルージョンオフィサー、関裕子です。よろしくお願いいたします。 本日ですが、まず、リッチラインズのご紹介、そして私たちが考える D&I 活動の重要性、そして、リッチラインズにおける D&I 活動のご紹介、最後に D&I 推進で大切にしていることについてお話しさせていただきます。まず、リッチラインズのご紹介です。リッチラインズは未来を変える、変革を作る。 トランスフォーメーションデザインフォーオルタナティブフューチャーというブランドプロミスのもと、変革創出企業として2020年4月に誕生しました。え先ほど岩渕先生もおっしゃっていたんですが、えー、富士通グループとのコンサルティングファームとして発、えー、足しております。リッチラインズは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。金融、製造、通信。 リテールなど多岐にわたる業界でデジタルテクノロジーを通じて変革を加速するコンサルティングサービスを提供していますリッチラインズは変革の中核となる人を起点にした独自の先見力によって人や社会の持続的な幸福が実現する未来をシンジリーダーと共に創造することを使命としています 社名であるリッチラインズは変革のプロセスを山の稜線リッチラインになぞらえて最後まで変革の稜線を歩んでいくという思いから名付けましたまたこのページのように山々が重なり合い美しい景色を生み出すというように多様な個性仲間との競争によって新たな価値を生み出すという意味もこの社名には込められています 私たちリッチラインズは2020年4月に事業を開始した現在3期目の新しい会社です。創業当初から様々なバックグラウンドを持つ人々が集まり多様性に富んでいることが私たちの強みです。違うことが当たり前の環境の中で真剣にかつ健全にコンフリクトを乗り越えながら日々切磋琢磨しています。 例えば、コンサルタントと一言で言っても、サイバーセキュリティの専門家であるセキュリティコンサルタントや、リスクマネジメントの専門家であるリスクテックコンサルタントがいますし、他にもシステムエンジニアやデザイナー、データサイエンティストも在籍しています。弊社の独自性で言うと、一級建築士やバリスタもリッチラインズの仲間として一緒に働いています。 ここで紹介しているのは、社内の有志が集まって考えた Why d &I。なぜ私たちが D&I 推進に取り組むのかを明言化したものです。これは会社ではなく、社員自らが考えて宣言したものです。ご紹介します。私たちは人起点の変革を提供し続けるため、ダイバーシティインクルージョンを推進しています。リッチラインズの発想の起点は人です。 それは変革に挑むのが人ならば変革の先にある未来を生きるのも人だから私たち一人一人が率先して人々の多様な思いを掛け合わせ新たな価値に変換し続けることで人と企業が共鳴するオルタナティブフューチャーを実現しますこの絵にあるように変革の道は必ずしも平坦ではなく時に険しいものです この変革の稜線をお客様と伴走していくために私たち自身が互いに思いを掛け合わせ歩んでいくことが D&I を推進する目的だと考えていますそしてこのページのイラストを作成したのも弊社のデザイナーです彼女も有志の一人として私たちの D&I 活動に参加しています改めて自己紹介させていただきます リッチラインズチーフダイバーシティインクルージョンオフィサーの関裕子です。私は日本で生まれ育ちましたが、アメリカで学生、社会人として、延べ20年にわたり生活をした経験があります。日本に帰国してからも、外国人の夫と生活をすることで、日本に住む外国人が日々どのようなことを体験しているのか、感じているのかを自分ごととして捉える毎日を過ごしています。仕事の観点では、 日米でコンサルティング業界、自動車製造業、e コマース業界において、組織開発、マーケティング、従業員エクスペリエンスなどさまざまな業務を担当してきました。アメリカにおいて、英語を母国語としない外国人として生活をしたり、日本で外国人の実体験を目の当たりにしたり、また、転職でさまざまな業界の経験をしたりと、 自分が当たり前と感じていることが実は当たり前ではないという場面を多く体験してきたと感じています。本日は、リッチラインズにおける従業員起点の D&I 推進活動についてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。私たちが考える D&I 活動の重要性についてお話しします。先ほど、ホワ D&I。I? なぜリッチラインズで私たちがダイバーシティーインクルージョンを推進するのかについてお話ししました。ここでご紹介するのは私たちが D&I 活動を推進する上で大切にしている指針 D&I クレドです。Accept and Respect for Synergy 違い、多様性を受け入れることで安心を醸成し認め合うことで学びを未来へつなげる。このクレドは 従業員が発案し、全社投票で決まったものです。私たちの強みは様々な人が集まり、多様性に富んでいることです。お客様、そしてその先の社会,社会に価値を提供するために、私たちの強みを最大限に生かすには、D&I 活動が不可欠であると感じています。そして、リッチラインズの発想の起点は人です。D&I 活動においても、人起点、 すなわち、従業員起点で活動を行っていますここに写っているのは、実際に D&I 活動をしている有志の仲間たちですここには全員写っていませんが、さまざまなバックグラウンド、スキル、知見がある仲間が集まっていますこのように、従業員が中心となり、全社投票でクレドを決めることでより従業員の心に寄り添った自信ができたと感じています ダイバーシティは多様な人々が共鳴し合い活躍できる取り組みとセットで推進することが重要であると私たちは考えています。リッチラインズが考えるダイバーシティとは目に見えるものだけではありません。バックグラウンド。例えば、性別、年代、国籍。様々な分野、業界での経験に裏打ちされた知見、スキルや専門知識。 思考・視点つまりバックグラウンドやスキル知見などがもたらす個々の視点やアイデアそしてニーズさまざまなバックグラウンドスキルを持つ仲間が働きやすくなるために必要なことが含まれ,含ま,れます私たちは目に見えない多様性も捉え互いに尊重し合いそれぞれが自分らしく活躍できる環境を作ることを目指しています。 それが私たちのインクルージョンの取り組みです。私たちの D&I クレード Accept&Respect forSynergy にはインクルージョンへの思いも込められており私たちが D&I 推進をする上で迷った時やぶつかり合った時など日々の行動の指針として意識しています。多様性をさまざまな角度から捉えることで互いに意見や視点が異なって当たり前であるという前提が根付いて このクレドがその違いをインクルージョンすることで学びにつげよつなげようと見る方向をアラインすることに役立っていると感じています。このようにインクルーシブなコミュニケーションを社内に浸透させるカルチャー情勢も重要な取り組みだと考えています。近年は社会構造上の不均衡があると認識され、ダイバーシティ、インクルージョンに加え、エクイティ、公平性や ビロンギング、貴族意識といったより本質的な活動に取り組む組織が増えています。D&I、DE&I、そして DEI&B と取り組みの枠が広がっています。ちなみに、一ラ図における私たちの組織名は D&I 推進室ですが、エクイティーやビロンギングにも取り組んでいます。 世の中にある設備や制度はこれまでの社会の中で多数派を占めてきたマジョリティの声を強く反映し作られているため、誰もが自分らしくいられる、自分らしく活躍できるインクルーシブな環境を実現するには、不均衡を解,決する解消すること、エクイティが不可欠だと考えています。社会構造だけでなく私たちの意識にも課題があります。例えば、会社において、 上司が子供を持つ女性社員に対してお子さんがいるから出張のある仕事は無理だろうといった悪意のない配慮をするという場面があります。たとえその社員が出張ができる環境にあってもです。そして育児は母親がするものといった概念にとらわれた組織風土では父親が育休を取得するカルチャーが醸成されにくいものです。リッチラインズではパパ育休制度や 活用推進そして育休・産休中のまた復職してからのケア性別や家族構成を聞かない採用プロセス社員の属性や年次に左右されない徹底したコンピテンシー評価など意識改革とともに制度も整備して取り組んでいます。 私たちは先ほどお話ししたエクイティに加えて心理的安全性アンコンシャスバイアスも D&I を推進する上で大切なポイントだと考えています。心理的安全性とはメンバーそれぞれが自分の考えや気持ちを安心して発言でき互いに受け止めることができる状態のことです。チームとして模索や挑戦を繰り返し 学びを得ることで、より大きな力を発揮することにつながります。アンコンシャスバイアスとは、自分では気づかないうちに持っている無意識の思い込みのことです。誰でもこれまでに経験したことや見聞きしたことをもとに物事を判断することで、見方や捉え方が歪んでいたり、偏っていたりすることがあります。無意識の思い込みなので、まず自分にも思い込みがある。 とと自覚してて気づきを得ていくことが重要ですリッチラインズでは職員に関係なく誰でも安心して発言することができるサードプリイスのような機会を作ったりトレーニングに加えてさまざまな人と交流することで見分を広めて自身のアンコンシャスバイアスに気づくきっかけ作りを進めています次にリッチラインズにおける DI 活動についてご紹介いたします まず、私たちの D&I 推進活動の経緯をお話しします。ここでは代表的な活動の,のみのご紹介となりますが、始まりはワンワンでした。会社が補足して間もない頃に、従業員と個別に会話するワンワンの機会を設けたところ、リッチラインズには様々なバックグラウンドやニーズを持っている仲間がいると実感したことがきっかけでした。 弊社の今井 CEO は会社として D&I に取り組むことへの重要性を再認識して D&I 活動を始めようと全社に呼びかけたところ25名のメンバーが自主的に集まって私たちの D&I 活動が始まりました先ほど紹介した D&I クレードの作成全社投票これらは会社からの指示ではない社員がオーナーシップを持った活動で をを重ねててどどんどん仲間を増やししいきました最初は4つのワーキンググループに分かれて活動し始めて現在は5つのグループに拡大していますメンバーは役職関係なく希望すれば誰でも参画が可能で最初に集まった25名から現在は約60名に拡大していますこのような従業員の熱量が会社を動かして 2021年に D&I 推進室という専任組織が誕生しました。D&I 推進室とは、えー、人事部門からは独立していて、CEO 直轄の組織として活,用し活,活動しています。リッチライ i には約400人の社員がいますが、その中の60人というと少ないと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。実に、えー 全社員の15%という数字の社員が日々の業務をこなしながら有志としてディア D&R 活動をしているということです25名の有志から始まった活動が CEO 直轄の組織を作ることにつながるなど始まりは小さな火種であっても絶やすことなく燃やし続ければやがて大きな力になると信じ今後も活動を進めていきます この後はそれぞれのワーキンググループの活動内容について簡単にご紹介させていただきます。まずはネットワーキングチームです。ネットワーキングチームは社内の多様な人材を結びつけるコミュニティの立ち上げや運営、社内インタビューの実施を担当しています。例えば、スラック上にパパママコミュニティという子育てをする社員が交流できるチャットスペースを開設し、 同じ会社で働く仲間同士で働き方の相談や制度の情報交換をする場を提供することで一人で抱えがちな悩みをを解決すす。るきっっかけを作っていますさらにオフラインの座談会も開催して小学生を育てているパパやママ育休を経験したパパ同士のトーク会を実施してその内容をレポートにまとめて全社展開したりしています。 二つ目は、プロモーションチームです。プロモーションチームは、社内外への情報発信や、リッチラインズでのインクルーシブなコミュニケーションを促進する役割を担っています。具体的には、社内イントラネットで D&I 活動を紹介するページを整備したり、D&I に配慮したコミュニケーションガイダンスを作成して、社内で情報発信を行う際に、人材、キャリア、働き、 働き方など、多様な仲間にどう配慮したらよいのか、コミュニケーションガイダンスとしてまとめています。そして、トレーニングチームです。トレーニングチームは、D&I に関するオリジナル研修を企画・実施して、リッチラインズメンバーの D&I への理解を促進する役割を担っています。 具体的にはニーズ調査から始めて自分たちに必要なオリジナル研修の企画実行をしています例えばアンコンシャスバイアス研修 D&I の基礎研修セクシャルマイノリティ研修が挙げられますアンコンシャスバイアス研修においては上位2つの幹部層100%が実行済みです D&I 基礎トレーニングにおいては現在全社員の92%が受講しています。次はパーソナルシステム制度チームです。制度チームは今ある制度を従業員が理解し作ってもらえる状態にする活動をしています。例えば育休・産休にまつわる制度を時系列に一覧化したり、 また、リモート環境で仕事をすることが多い中、入社したメンバーが孤独を感じないように、リッチラインズの一員として安心して活躍できるように、バディ制度を運営しています。この制度は、上司でもプロジェクトメンバーでもない気軽に話せる仲間、バディが新入社員と伴走して、 日常の小さな疑問に答えたり、相談に乗ったりするものです。このような仕組みもインクルーシブなカルチャーを醸成することに役立っています。そして5つ目はワークスタイルデザインチームです。このチームは 社員一人一人が働きやすく力を発揮できる環境を整えるために様々な視点から働き方改革を検討すするチームです例えば働き方の多様性を促進するために遠隔地勤務の在り方を人事部門と検討したり称賛する文化の醸成を目指して社内アワードの企画や運営をしています。 これまでにご紹介したワーキンググループの活動はすべて社内の有資が中心になっているものです。D&I 推進室はこれらのワーキンググループ活動の支援や橋渡し役を担っています。そしてワーキンググループ活動と合わせて D&I 推進室としては業界を超え他社と D&I 活動に関する情報交換を実施したり、社内の巻き込み施策、 人事部門をはじめとしたコーポレート機能との連携、経営層への報告も担当しています。ここで、リッチラインズで働く社員の実際の声をいくつかご紹介したいと思います。ワーキンググループメンバーからは、自分たちで考え実行できることが楽しい、やりがいがあるとか、D&I 活動に参加したから会社で働くことがより楽しくなった。 普段の仕事にも良い影響があるという声が寄せられて、ビロンギング、貴族意識の情勢や個人の成長、モチベーションアップにも寄与していることが分かりました。また、アンケートや従業員サーベイでは、協力を拒む人がいるかもしれませんが、継続が大事なので協力したいですというリアルな声が寄せられました。 多様な人が集まり、様々な思いや視点がある中で進める D&I 活動は、必ずしも満場一致で進められるわけではありません。多様な視点を尊重しつつ、様々な人が自分らしく安心して強みを発揮できる場を作ることの大切さを信じて、諦めずにやり続けること、発信し続けることで活動メンバーは着実に増えていると実感しています。 ここで私たちが D&I 推進で大切にしていることについてお話しいたします。これまでの活動で私たち自身が学んで大切にしていることは2つあります。1つ目はトップと従業員のコミットです。社員一人一人が自分事として捉えオーナーシップを持って取り組むこと。 経営トップのコミットだけではなく、従業員のコミットもあって、初めて前者を巻き込んだ活動が可能になって、すべての人が力を発揮しやすい、活躍しやすい環境づくりが進みます。そして、トップのサポートなく,なくては、本来の業務を遂行しながら、有志が活動し続けることは難しいです。トップと従業員のコミットが不可欠で、D&I 推進室はそのは、 橋渡し役となることで、両輪の活動が進められていると感じています。二つ目は、従業員の声を聞くことです。様々な思いや視点に耳を傾け、尊重しなければ、共感を得る D&I 活動は作り出せません。社員の声を聞くには様々な方法があります。先ほどお話ししたワンオンワン、社内のイベント、 ランチ会などコミュニケーションの場づくりだけではなくエ、エンゲージメントサーベイも重要です。リッチラインズでは年に2回エンゲージメントサーベイを実施し、皆さんの声を集めています。集まった意見を無駄にせず、社員の声を反映した施策を実行することが重要だと考えています。そして従業員の声を聞くには、私たちが従業員にとって声をかけやすい、話しやすい、 相談しやすい推進室であることそして言ってもらえるリーダーであることが大切だと感じています最後になりますが多様な人で構成される社会において個々の思いニーズは多様なもので変化していくものですそしてそれぞれの組織を構成するのが多様な人々である限り その人々が自分らしくいられる環境を目指す D&I は、正解も終わりもないと感じています。私たちは、継続することが大切であると信じて、これからも取り組みを続けていきたいと考えています。本日は、従業員起点で D&I 活動を進める私たちの取り組みについてご紹介しました。 何か、これからのより良い社会を築く上でのヒントになれば幸いです。皆さん、ご清聴ありがとうございました。セミナーの後半では、対談と続いて質疑応答という流れで進めてまいります。では、これより対談を始めたいと思います。対談では、 1> 第1部の岩渕様と第2部の関様にそれぞれのお立場から多様性推進について語っていただきます。その後、えー、Q&A のコーナーに、えー、進めたいと思います。対談のファシリテーターを務めるのは、ファシリテーション経験豊富な今井さんにご担当いただきます。それでは岩渕様、関様、今井さん、よろしくお願いいたします。 はいよろしくお願いいたします,しますそれではこれより、はい、対談セッションと QA セッションを続けて行ってまいります岩渕さん関さんどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますしお願いいたします、えー、視聴者の皆さんもですねあの先ほどご案内がありましたようにあの岩渕さんや関さんへ聞きたいことですとかご質問事項ありましたらチャットの方にあの質問を入力していただければと思います 私の方でですね、時間が許す限りお二人にお伺いをしていきたいと思っております。では、早速ではございますが、岩渕さん、関さんと対談を進めていただきたいと思っております。まず先ほど講演の方で あのお互いのセッションを聞いていただいたと思いますけれどもそれぞれの講演の中でお聞きになった感想ですとか聞いてみたいことなどがありましたらちょっとお伺いできればなと思っておりますがお二人いかがでしょうかはい私あの岩渕先生ありがとうございましたあの共感できることがすごく多くてあの学び捨てる であるとか、その共感を大切にする。で自分にいつふあの降りかかるかわからないという、そこまで想像、あの社会的想像力というところ、キーワードがいくつかあったと思うんですけれども、あの非常にあの自分の個人の、私個人の経験も重ね合わせると、とてもあの共感できるう、学びもあるし、気づきもある、えー、講演だったと思っております。ありがとうございました。 はい、ありがとうございます。岩内さんからも、ね、よろしければご感想ですとか、<あ>ちょっと心に残ったキーワードみたいなものがあれば、はい、ぜひお願いいたします、えっとえっと。どうもありがとうございます。あまあ、何かあの引っかかってくれれば、あの嬉しく思いますけれども、私からはですね、あの、まあ,あの、せっかくの対談なので、あの、なんていうかな、なんかウィンウィンすぎて、 そんなにあなたの会社はハッピーなんですかっていう疑問が <laughs> 単純に浮かぶ内容なんですよね。あの、なんかちょっと会社に広報されたみたいな言葉悪いですけども、気がして、やはりまあ問題点とかもあるわけですよねで。それが解決できない問題とか何なのかなっていう単純な疑問もありましたし、まあその、ちょっと割とこう、ああの具体的な方までいかなかったんで、 全体的なこう方針的な話はすごく素晴らしいものがいっぱいあったと思うんですよね、なるほどなと思うあのところいっぱいあったんですけども、やっぱりその、まあ、実際にやっているやっぱり難しさ、まあ、僕もちょっと話とも関連するんでしょうけども、あとやっぱり会社で解決されてないこと、で今回の D&I のメンバーを見ても女性が多いですけども、まあ、そういった、まあ、ジェンダーの問題とかもあるのかもしれませんけど、そこ,こら辺をちょっと聞きたいとこう。 まあこれ多分聞いてい方もそうだと思うんですけども、こんな全てうまくいってるわけじゃないよねっていうのが、<laughs> これ難しいんでね、この D&I、DEI、e、あるいは B をつけても。これはどうなのかなというところが単純な疑問なんですけども。はい。そうですね。ありがとうございます。あの、先ほどコメントをあのご紹介したと思うんですけれども、 まさにあの協力を拒む人もいるかもしれませんが、継続することが大切ですというお声をいただいて、社員の方からご覧いただいているということで、あの必ずしも全員がこう100、100% d&i 推進活動に参加しているわけでもないし、あの、なかなかこう大変なこともたくさんあります。それは、あの、アンコンシャスバイアスで、その無意識の思い込みで、そういう言動をしてしまうとか、そういう個別のケースもあると思いますし、そこで、あの、まあ、コミュニケーションするときに誤解が生じたりとか、コンフリクトが生じたり、そういうこともあると思います。また、あの、例えば女性の場合は、あの、 特有のその育休に入るとき、産休に入るときに、あの、キャリアを続けたい方々がいらっしゃるときに、どうすればいいのかって、悩んでいらっしゃる方もいる中で、えー、その、まあ、人事には、あの、相談するまではないんだけれども、自分らしく働くようにするには、どういうような工夫を個人としてすればいいのかっていう、そういう相談を、あの、まあ、寄せられたりということもあります。かなりその、 そうですねあの、反対だというふうに批判をする方はいらっしゃらないんですが私たちの課題として感じているのはそのダイバーシティが大切なんだ多様性がもうすでにあるでそこの,その違いを、えーまあ、強みに変えていくそれは強みなんであるということをあの気づいてもらえるような、えー、そういう活動を続けていくことだと思うんですね。でそれれをこう発信し続けけててもやっぱり受け止めてくれない あの方もいらっしゃいますし、あのまあそれが会社からのコミュニケーションだということで、えー、なかなかあの届かない方もいらっしゃると思います。その中でどういうふうにその理解を深めるか、うん、それから、えー、まあ、例えば女性男性先ほどお話ありましたけれども女性が働きやすくなるために。 または他の,あのいろいろな意味でのマイノリティが働きやすくなるためには、マジョリティの方々、その周りにいらっしゃる方々の理解があのとても大,大切だと思いますので、そこの方々に気づきをもたらすきっかけを作ること、そこが課題だなというふうに感じています。課題というか、あの続けていきたい理由であるというふうに実感しています。よく、まあ、僕もさっき言いましたけども、まあ、アンコンシャス・バイアスにしても、その まあ、気づくことはもちろん大,大,大切なんですけども、重要なのは、気づいても何も変わらない場合が多いわけで、で例えば役員とか、まあ、90何パーセント受けてるって言ってましたけど、これ、まあ、大体の会社がそういうことをやってて、一応、マストで受けさせる、大学もそうですけどもね、受けさせるんだけども、まあ、受けるだけで何が変わったのっていうところは、まあ、個人の感想を聞けば、あ今まで気づかなかったとか言うんですけども、でも実際、何が変わったんですかっていう話。 になる場合が多いのとあとその結局あの特権っていうのは全部ほぼ無意識なものになっちゃってるんでだから特権に気づくってのは重要だと思うんですがその気づきがやはりその先ほどネットワークプロモーショントレーニング制度でありましたけどもやっぱりその制度とどう結びつけてるのかっていう多分、まあ、理事さんはやってらっしゃると思うんですけどもそこの両輪がそのただ 理解まあ、僕はその思いやりとか理解とかでは不十分だって話をちょっとしましたけども、まあ、そこをいかにこう制度とかポジティブアクションとつなげてやってらっしゃるのかなっていうのも、非常に興味あるところなんですが、うん、いかがでしょう、うん、そうですね、そこはぜひあの先生にもアドバイスをいただきたいところだなというういた。い 研究をされている中で、例えばこ,のこういう事例があるよとか、こういうことをうまくいっていると感じた、そういう場面はありますかいや、そこはね、難しい、いや、もちろん、我々の一番の対象は学生になるわけですけれども、ちょっと大学で教えていると、まあ、制度をどう変えるかって、まあ、その議論はしますけれども、そうですね、やはり一番やっぱりよくないのは、今言った、なんか、 分かった、で、は次から気をつけるとかあの、そういうので終わっちゃう場合あの、だからさっき言った異文化理解とか、そういうなんか耳障りはいいんだけども、なんか何も自分が変わらない、要するに自分の立ち位置は理解したと、でもだからなんかするわけじゃないっていうのがやっぱりちょっと残念な、うん、もちろんその大きなねあの、なんか道端に出てデモに参加しろとか、そ,そういうことまでは言わないまでも、 やはりこう、具体的にあの自覚する、理解するの次の段階にどうやっていけるのっていうところ、うん、難しいと思うんですよ、あのまあ、自分自身も含めても、うん、難しいんですが、それを、うん、あの企業だと制度がもう作ってらっしゃるということなんで、うん、そこを両輪でこう,うまくそれがどうかみ合っているのかな。 あ、意識改革、意識変革から行動変容につなげる、そこの部分ですよね。その意識が変わったところをいかにこう、個人が行動するところに促すかっていうところだと思うんですけれども、例えば、あの、よく、あの、リッチラインズに限らずですけれども、あの、まあ、個人の、その、 まあ会社でいうと KPI ってキーパフォーマンスインディケーターと言いますけれども例えば受講しただけではなくてその受講したことによってどういうふうにその自分の仕事の中でその不均衡を是正するようなあの動きをしているか働きをしているかっていうところを数値にあの例えば置き換える。 で、そこで、あの、まあ、見ていく。組織の行動変容を全体で見ていったりとか。えー、例えば、幹部の方、役員の方であれば、個人の K. P. I. になるかもしれませんし。あの、そういうような工夫がされているかなというふうな印象は持っています。うん、制、うん、度としてはどうなんですかね。あの、まあ、ポジティブアクションとか。企業だといろんな、あの、まあ、まあ、禁止規定だけじゃなくて、やっぱり。いろんな制度を設けて、その実際の行動を。 につなげるっていうこと。大体、無意識の偏見を直すには、やっぱりそういう、それを,それを変えていくやっぱ制度は絶対必要なんで、うん、そうですね。でそこをたぶん、5つの,あのやってらっしゃる中の一つに制度、トレーニングなどに挙げてらっしゃたんで、たぶん何かやってらっしゃると思うんです具体的に何かそれが進んだとかっていうのはあるんでしょう、うん そうですねあの、ワーキンググループの活動は従業員起点なのでその従業員が会社で働く上でこういうことがあったらこういう制度があったらいいんじゃないかとかこういう制度があると自分たちは働きやすくなるとかこういう制度があるって知らなかったからもっと知りたいとかあのそういうようなあの自発性をあのまあ 重要にしている活動なので、制度チームが制度を作っていくわけではないんですけれども、まあ、従業員視点であの必要なこと、会社にやってほしいことであったり、会社と一緒に作りたいことっていうものを、まあ、発案してもらうという役割になっています。でそこでやっぱりあの人事部門はあの制度、人事面では人事部門の制度を、まあ、管轄しているところですので、その制度チームと 人事部門が一緒になってやっていたりとか、あとあの5つ目のワーキンググループ、ワークスタイルデザインチームというところがあるんですけれども、そこもメンバーによってはあの人事と一緒に、えー、活動して、その遠隔地勤務であったり、その働きやすいさまざ、あ、まなニーズがある中で、えー、そういう人たちが働きやすい仕組みをどう,どういうふうに作るのかというような検討は進めているところですね。はい、あとその、はい、ごめんなさいあの イクイティのとこで、不均衡差があるんで、それ、いろんな立場の人たちが、まあ、同等にできるようにサポートするということをおっしゃってましたけども、これ、具体的に何かあるんですか、それを。どういうサポートというか、まあ、まあ、これもあの制度と絡むんでしょうけども、どういった形で、そういう不平等な関係性、まあ、これはもう会社を超えた社会の問題ですけども、を、あの、誰もが、 そうじゃなくて、あの行動できるようにサポートする。そのサポートって、どういうことをやってらっしゃるんですか。 行動できるようにサポート。あの、会社としてはですけれども、あの、まあ、富士通グループとして、あの、行動規範というものがあって、あの、先ほど、あの、先生にもご紹介していただいたんですけれども、やはりグローバル企業としての社会的責任というものをきちんと自覚して、え行動規範が作られているっていう、その理念のもと、リチラインズも、あの、グループ会社として行動しているんですけれども、例えば、地域との、あの、役割、あの、関係をあの密接にして、 例えばえ、自分たちの知見であったり経験っていうものを、その地域の社会に、えー、の方々と一緒にあの動くことで、まあ、問題解決をしたりとか、うんえ、そういうようなこともしていますね。あのかりまはい。あの岩内さん先生にあの質問なんですけれども、先ほどあの特権ででがあるということに気づくことが難しいという。うの お話をされていて、あのすごく私はあの本当に同感なんですけれども、そこにああのまあ、至った、例えば岩渕先生のまあご経験であったりとか、えー、見聞というもの、何かあの共有いただけますでしょうか。あいやあの、まあ、でも、特権にまあ気づくのは、あの特に私の場合、日本に生きている男性で、異性愛者で、えっ、ー、とまあいわゆる日本人。 というエスニシティを持っていると疑ってない。そこら辺のことを何も考えなくて生きていけるのは、時計なわけですよね。一番。でも、やっぱり、その一番の気づきは、やっぱり。あの、まあ、会社を辞めてオーストラリア。に行った時に。初めて、こう、マイノリティ。エスニックマイノリティになったわけで、白人社会ですから、基本的に。やっぱその中で、あ,あ。そやっぱ、いろんなことが気づかされるわけですね。で、やっぱそこで、やっぱそうか、発想が何も、自分はと、日本だと。 こんなことを考える必要もなかったし、あこういうの特権だったんだ、まあ、そういうのあ大学でも読むわけですけども、という気づきもやっぱりありましたしね、やっぱりそこはあの、気づくのはそんなに難しくないと思うんですよね、多分。大学で教えてても、そういうことを読んだり議論すると、まあ、男性でもあるいは女性でもその、いわゆる日本人と疑ってない人たちは、いわゆる前において移民に対して、あそういう自分たちは何も。 そういうの気にしなくていい特権があったんだってことに気づくことはできるんですけどもやっぱりそのやっぱ次なんですよねおそらく気づいてどうするのって、まあ、要するにどう自分も一緒に変わっていくのっていうとこうを、まあ、どう考えていくかって話になってくると思うんですよね気づきは本当にごく最初の一歩でたださっきも言ったようにまあ無意識の偏見もそうですけどもただ ああそうだった気づきで終わらずで何も変わんないあるいは自分があの他の人間との関係性に関しても何も変えようとしない、まあ、あのというなっちゃうとちょっと残念っていうか,だかそこら辺をどうやっていくかっていうところで,で、まあ、僕の場合さっきも言ったらやっぱりあのメルオーストラリアに住んだっていうのがやっぱり、うん、ああ差別されるってこういうことなのかっていうのが。うん で逆にそう、自分もこれやってたんだっていうのがよく分かったんで、まあ、そこはもちろんあの、えっと、外国出身の方と共に暮らしていらっしゃる関さんも、多分そういう経験は多分ただ終わりかと思いますけども、やっぱりそこら辺の経験をね、うまくこうトレーニングとかに入れて結びつけると、まあ、そういうことをやってる、ダイバーシティトレーニングもあるようですけども。 まあ、た多分いいんでしょうね、おそらく。うんうん、あまりちゃんといい答えになってないですけどす。いやいや、もう本当に同感というか、私も個人の経験と重なる部分がありますし、そういう,こう経験をあの先生のようにお話しいただくこと、みんな周りと共有することで、その気づきを、まず気づきが第一歩ですし、うん、そこが大きな一歩だと思いますので、うね、そういう機会を、今日みたいな機会もいただけて、本当にあの感謝しておりますし。いやいや、こちらこそ本当いありがとうございます。